選手怒ってる言われるんだよ。あの稲子くんの音楽的なレベルはまだ高くないよ。他のベーシスト呼んだ方がいいのかなになるわ。あの喧嘩するならもう今のうちしかないんですよ。ダメになってなるわ。こいつに伝わってないことにイライラしてるんですよ。この日は会場の下見の日。東京ドームシティホールに主要メンバーが集まった。入れてない。よろしくお願いします。髪染め直しました。ちゃんとしました。目は赤になってる。あ、動画動画です。動画だとめっちゃ静止画だと思ってよろしくお願いします。稲子さんも出演されるんですか。そう、それを聞こうと思って今日するよ。そうちゃんと連絡もらってなかったんで、まあ、これしなかったらどうなんや。そう だからまだ俺ツイッターで触れてなかったんですよ。エレキ、アコギ、アコギ、エレアコ、ベース、ベース、チェロ、チェロ、バイオリン、ビオラがいない。でもフルートとクラリネットがいるから中音はどうにかなる。で、トランペット、トロンボン、ユーフォニアムがいるので強めの中音がなんとかなる。すごいよね、俺が音楽のことを喋れるようになった。確かに。こちらの女性、なんとスポンサーの一人だという。今回スポンサーに加わったあの経緯とか来れるよお聞きしていいんですか。この後軽くお茶できます。コスコミュっていうコスプレイヤー中心の団を代表しているので、はい、他の子も出したいなっていう気持ちがあって。おいくら投資したとかっていうのをお聞きしていいんですか。スポンサー一口50万じゃないですか。なので一口ですね、はい、そしていよいよ東京ドームシティホールの内部へと潜入する一行。エントランスの物販スペースだけでも相当な広さだ。客席はそれぞれアリーナ席、第1バルコニー席、第2バルコニー席、第3バルコニー席から構成されており、最大で約3000人を収容できるホールだ。ルームになってまして、上手下手に1室ずつ同じものがあります。ちょっとあの別料金で発生してしまうので、会員のご利用の際はそれ5万円かかってしまうので、はい、あのご利用いただいてもいい。するとここでホールの構造的な問題がいくつか浮上することとなる。結構東京ドームシティホールの特徴として、サイドが見切れてしまうっていうのがあるので、売り止めをしたり、あの条件付きでっていうところで販売したりっていうことが多くはなります。スピーカーの後ろ幕閉まってないんですけど、本来だとスピーカー後ろまで幕ってしまうので、あ、じゃあもうほぼ何も見えないですね。ちょっとこちらが車椅子席になるんですけど、あのスロープとかないので手運びで上げていただくとちょっと、あの、この高さがあると座った状態でどこかから見えなくなるはずなんですよ。最前の人多分この辺から見えないんですよ。座りだったら、バーは立たないので、あのここに座って登るよりはこういうことだと階段を置いて投げ銭。それでも知らなかったところ、はい、どういう扱いになりますか。投げ銭ちょっとそういった経験がないんですけど。前の変わっててすみません。チケット代ではあるってことですか。チケット代ではあるわ。後払いのチケットっていう見方はできるんですか。ちょっと確認させてみんなで苦笑い。田舎の駅であのお弁当売ってる人いるじゃないですか、こういうの持って。ああいう感じで練り歩くとか、投げ銭回収、はい、投げ銭回収班を作る。ちょっと確認しよう。こんなに苦笑いされることありますか。末広亭とかもバーってあるじゃないですか、出演者の名前がベロベロベロって。あれをあのお客さんが買った物販で、まあ要はとにかく旗が、出演者の名前が書かれた旗が立つんだ、へーぐらいに思っていただければ。苦笑い4度ですよ。まだまだ、実は何を言ってるんですか。まだ始まったばかりです。するとここで、あるハプニングが起こる。トイレにカバンを置き忘れてきました。ちょっと今見てきましょうか。ちょっと探します。すいません。苦笑い5。苦笑い5度目。恥ずかしい。こんな恥ずかしいことあると、ここで、おもむろに三味線を取り出す新六。3000人規模のホールを目の当たりにし。
決意の音が響き渡る。あー、カバンだー。あーすいません、そのままお持ちしたんですけど貴重品とか大丈夫ですか？大丈夫です、はい、ありがとうございます、助かりました。やったすいません、こんな感じですがよろしくお願いします。とにかく継続的に東京ドームシティホールに乗っていって、目指せ僕はニコニコ超会議になるので、あの規模まで作りたいですね。そうですよね、まあ、ニコニコ超会議分かりやすいのが、誰が出てるか分かんないのにニコニコ超会議に出てたらすごいって言われるんですよ。ああいう感じになりたい。5年10年かけてでもやっていこうっていうようなチームとして、1年目はもう確実にこけるというか赤字にはなるんですよ。ただ一緒に赤こいてくれた人が今後一番得するように、僕ら上は努力をしなければいけないし、あのこれ大丈夫なのかやれんのかっていう気持ちがやっぱり今は、うん、減らした方がいいかもしれないですよ。あ、うん、もう何個か試してみて、やっぱ3月までかけて見極めた方がいいなっていう、うん、それは候補者はあくまで内定と呼んでいるけれども、反応が悪すぎる、内定取り消しはあるよ、うん、そうですね、ある。セッションのようなことをして集客もしようよ、うん、呼べない人はもうそれはその段階で一緒にやるのが難しいか、ものすごく出番を下げるか、もうここは何度も言ってるんですけれども、6月6日が最終回なんですよ、今が本番中なんですよ。あの出ますっていうのをツイートしてる人に、何したいですかって言ったら、これから考えますって言って、それはもう間に合わないんですよ。で今回の企画ってもう全員が限界を超えることが前提なんですよ。ここで新録は昨晩出演内定者のグループ LINE に呼びかけた内容が誰からも反応がなかったことに言及する、古参メンバーの稲子からも反応がなかったことに落胆する新録。違うのよ、俺は君以外のベース考えていないのよっていう風に思ってる俺からするとすげえ寂しくなっちゃうのね。なるほど、他のベーシスト呼んだ方がいいのかなになるわけ。いやな、俺は君とやりてえのよ。俺はやりたいって言った人とやりたいって言った人で集めてるから、あれすげえ俺もう脱いでるし、もうパンツ一丁なのにまだこいつ着てるけど、そうすると俺変態みたいになってなっちゃうじゃんそれでいうと僕に関してはその今回から新規が多いじゃないですか。なんで僕に時間割く、他に割いた方がいいと思ったんで、あ、僕割くことでいいかなと。僕全然あの稲子くんを全然自分が引き出せてないと思ってるんで、僕稲子くんもっとやれる子だと思ってるやりたいんですよ実際僕自身。子さんの人が遠慮してるんだったら新規の人はもっと遠慮しなきゃって、あの同じ属性の考えだったらなっちゃいますね、うん、俺が欲しいのは当事者意識の危機感なんだよ。そんなこと言ったらそっちも言いたいこといっぱいあると思うし、だからあの喧嘩するならもう今のうちしかないですよ。あと4ヶ月しかないですよ俺の中の稲子くんが君が実際に思ってるより高いってことになるじゃん。まあ、分かるかな。稲子くんが自分を評価する以上に俺が君を評価してたことになるから、そうするとダメになってなるわけ。俺の中の君はもっと上にいますすごく前向きに怒ってるの伝わる稲子くんそんな雑魚じゃないですするとその時稲子の目に涙が。あこれ今褒めてるし怒ってる言われるんだよ、あの稲子くんの音楽的なレベルはまだ高くないよ。しかも関係ないんですよ、俺は彼が一番かっこよく見せてくれるし楽しそうに弾くし、俺は彼が弾けなかった時から知ってるから、ステージの端っこであのエフェクター触ってるふりしてなんかおかしいなって調子が悪いとして弾かずに逃げたところから、その2ヶ月後にはもう立って弾けようと言ってもらえるとバーンってポーズを取って髪型を決めてきて、ヘアメイクして指輪増やして、これ全部知ってるからって筋トレしていろいろやってるの知ってるから、だからで俺は稲子くんやろうよって最初から言ってるのに、こいつに伝わってないことにイライラしてるんですよ俺が稲子くんに伝えられてなかった。俺が稲子くんがかっこいいと思ってることが伝わってなかったね。いや本当に言った通りで、やっぱりもともと音楽始めたのでベースやりたいなと思ったで、こうやって今音楽引き続きやりたいなと思ってるの、やっぱり影響された人がいるからだし、そうなりてえし
なんかそもそもね、そういうなんかの影響を与えられたり、与えられるような人になりたいなと思って東京に出てきたのがそうなんで、役者やってましたけど、でもわかんねえなっていうのが最近本当に多かったんで、いやーだからまあまあ、いやもう稲子くんも俺もアーティストでやりたいのだから、はい、稲子くんみたいになりたいって人を東京ドームシティから帰るとき出口で一人二人誓わせたいのよ。1週間以内に美容院に行ってこの人みたいにしてくださいって言って君の写真を撮ったやつを出したいんだよ俺は。でそれでかあのこの人が着てるメーカーどこだろうって言って楽天とかで探すようなのがかっこいいアーティストだと思うのよ。で君はそれをやってきたはずなのよ。この人どこでこの服買ったんだろう、この指輪どこなんだろう。俺が15歳の時に俺は毎週林原めぐみのハートフルステーションをカセットテープに来てて、俺毎週ハガキを出してて、自分も声優になって、それで林原めぐみに現場で挨拶する夢を何度見たことか。でその時にいやもう15からあなたに憧れてましたって言って45とか50になった林原めぐみに挨拶、いや思ったことあるでしょ。ありますね、多いな。この類のことあるでしょ。俺マジで使われたくない。上京するとき段ボール2箱3箱のカセットテープがあってっていうのが僕の14、15の時でっていうのに、なる側ですよ。で稲子君はその時に言うんですよ、俺はここで待ってるからお前来年来いよ、3年後も来いよ、俺は3年後も5年後もここにいる。超かっこよくない？本当にありがたいです。この人大人になってます。ないまずないです。あゆめさんもよくその叱っていただけるし、あのこのやり方だとこうですとか、あなた話すの長いです。残念ながら思っちゃいますね。集まらないし、お金だけ集まって人は集まらなくって、出演者も中途半端な温度で何かやりますかって言って終わるっていうのが、僕の想定できる一番のバッドエンドなんですよね。ぬるい人たちが高い大きいステージ立てて楽しかったくれてみたいな、高尾さん行けよ。大きいステージだよあれは。もう少年ジャンプですよ、常に向こうへっていう。すごい楽しみなんですよ、今日の下見が楽しみで、すごい緊張してトイレにカバン忘れてきて。青いカビな黒いカバンです。ああ悔しい。悔しいな、素材提供してるな。その後も彼らは熱く語り合った。まだこの壮大な企画は始まったばかりである。